JR 広島駅の新幹線のホームでは、午前中から連休を故郷や旅行先などで過ごした人たちで混雑していました。大きなバッグなどを手に大阪、東京方面に向かう上り列車を待っていました。魚釣りで釣った魚を唐揚げとか塩焼きにしたから美味しかった。混み方がどこも異常、あと外国人が多い、半端じゃないですね。宮島観光とじいじばあば、いとこたちといっぱい遊んできました。何して遊びました？人ねよしよしした。人がやっぱ戻ってきたなって感じますね。いつものゴールデンウィークは戻ってきたって感じますね。JR 西日本によりますと、 U ターンは今日がピークです。連休期間は全席指定となっている上りののぞみなどは午後から夕方までがほぼ満席となっています。一方、広島空港ではゴールデンウィークを海外で過ごした人々の帰国ラッシュを迎えています。あ、韓国です。韓国どこに？ソウル。今まで何回か行っているので、ちょっと子供たちを連れて家族旅行で、うん、イミョンドンはすごく栄えてて、なんかコロナ前よりもなんか人が多いかなと思って、すごい人出でした、うん、買い物も楽しいし、うん、ベトナムにハロン湾にあるビーチで泳いだりとか洞窟探検したり、いろんなことしました。やっぱマッサージが人気らしくて、でそこで3日連続スパ行きました。国内線では羽田に向かう便が今日の最終便までほぼ満席の状態だということです。